皆さんこんにちは。今回はブラックココアパンを作ります。下準備としてドライフルーツは水気を切っておいてください。今回の生地練りですが、まずは A の材料に水を加えて練ってください。生地が8割ほど練り上がったら B を加えて混ぜ込んでいきます。今回の生地はベタベタしています。練り時間は10分ほど練っています。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で45分発酵させてください。1次発酵が終わったらガス抜きをして2分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地を軽く丸め直して天板に乗せてください。生地を乗せたら切り込みを入れて2次発酵になります。ここで今回の失敗点です。今回ラム酒漬けのドライフルーツの水気がしっかりと取れていなかったため、生地がだれてしまいました。結果焼き上がりに生地が割れました。まだまだ酒量が足りません。二次発酵は30度で45分ほど発酵させました。暖かくなったので25分でも良かったかもしれません。二次発酵が終わったら表面に霧吹きで水をかけて焼成です。220度で25分ほど焼いてください。